おはようございます。ウェザーニュースキャスターの鈴木里奈です。今日1月9日水曜日の全国の天気をお伝えします。まずは今日の天気のポイントを見ていきましょう。今日は東北日本海側から山陰にかけて雲が流れ込み、午前中は雪が降ります。沿岸部を中心に強い風が吹き荒れるので、通勤時の交通機関への影響や吹雪による視界不良、また積雪の増加にお気をつけください。そして関東のエリアは朝ふわふわと雪が舞う可能性があります。午前中は風も強まりますので、こちらも交通機関への影響に要注意です。また空気が乾燥した状態が続いていきます。うがいや手洗いなどで体調管理をしっかりと行ってください。そして今日は寒気が南下しまして、全国的に厳しい寒さとなります。万全な防寒でお過ごしください。今日の天気のポイントを見ていきました。それではアイコンも確認していきましょう。今日の全国の天気です。沖縄は厚い雲が広がり、すっきりしない天気が続きます。また日本海側のエリアでは午前を中心に雪の降りやすい空です。山沿いのエリアでは大雪、沿岸部では吹雪による視界不良に十分お気をつけください。午後は天気の落ち着くところが多くなります。関東は朝雪が舞うところがありますが、昼間は日差しが届き穏やかな空となりそうです。太平洋側は日差しの届くところも多くなりますが、西日本を中心にふわふわと雪の舞う可能性があるので、念のため雨具があると安心です。また各地の気温を見ていくと、昨日よりも下がるところがほとんど、昼間も厳しい寒さが続いていきます。万全な防寒でお過ごしください。以上、全国の天気をお伝えしました。今日も元気にいってらっしゃい。